安全保障部会がまとめられました。今でも
算が国予算ができたら6兆円ですよ。教育予算にも匹敵する額が軍事費に使われております。これ自民党さんが GDP の 2% といったら10兆円から11兆円、さらに4兆円5兆円増やす。一体その財源はどこから持ってくるっていうんでしょうか。お金持ちには減税を続け、大企業には減税を続け、そしてさらに5年後で軍事費を4兆円もお金を増やすといったら、今の自民党さんの政治で出てくるのはさらに消費税を 2%、3% 引き上げてくる、こんな話が出てこないんじゃないでしょうか。こんな亡国の道を歩むわけにはいかないんじゃないでしょうか。今自民党さんはロシアがウクライナを侵略した、だから憲法9条も切っていくんだ、軍事費も増やしていくんだ、こんなことをおっしゃいます。しかし軍事で対抗して頑張れるお金っていうのは日本にはないんじゃないでしょうか。エンゲルスが言っておりますが、基本的に軍事力というのは経済力に規定されるんです。今自民党さんが対抗しようとしている中国ははるかに日本を広ぐ経済大国になっております。軍拡競争で日本が中国に張り合ったら先に財政的に倒れるのは日本なのははっきりしてるんです。こんな愚かな道に歩んでいったら、それこそ社会保障のためのお金も年金のためのお金もみんな軍事費に消えてしまいますよ。こんなバカな道は絶対に進ませにいきません。私たち日本共産党は軍事での対抗という道には明るい未来は絶対ない。そして憲法9条を守って平和外交でこの地域に戦争が起きない状況を作ることこそ本当の安全保障であり、本当の暮らしを守る道だということを高々に訴えて、いつたるべき参議院選挙も戦っていきたいと思います。どうかこの地域の平和を守り、そして暮らしを守っていくために比例代表で日本共産党を大きく伸ばしていただいて、田村智子さんはじめ5人、そしてこの東京選挙区では山添拓さん、ぜひ再選に向けてお支持の輪広げていただけたら、そのことを心からお伝え申し上げまして、私宮本徹からのお願いとさせていただきます。どうもありがとうございました。